誕生日おめでとう。高島ちゃん、赤嶺ちゃん、どうもありがとう。お祝い遅くなっちゃってごめんね。本当は朝一番でお祝いに行こうと思ってたんだけど、プーさんたちが襲撃するって言ってたから。私たちはみんなが一通りお祝いした後、夕方にやろうってことにしたんだ。そうだったんだ、どうもありがとう。それで今日はどんな一日だった？朝からずっとお祝い続きで賑やかな一日だったよ。日付が変わった瞬間にみんなからいっぱいメールが届いたし、朝起きたらプー先輩とかりんちゃんとせっちゃんが美味しい朝ごはんを作ってくれてたの。それから学校に着いたら年少組のみんなが歌のプレゼントをくれて、お昼ごはんは若葉ちゃんたちが作ってくれたお手製のうどんを食べたんだ。さすがゆうきちゃん、朝から盛りだくさんだったんだね。放課後のこの時間はある意味穴場の時間帯だったかもね。お誕生日祝いの最後を締めくくれるなんて嬉しいな。ちょっと待った、ゆうなちゃんのお誕生日を締めくくるお役目は私が予約済みよ。東郷さん今日はお泊まりでお祝いしてもらうって前から約束してたんだ。そっか、やっぱり鳥を飾るのは東郷さんがいいもんね。うんうん、私たちがしっかり盛り上げといたから、東郷さん、あとはよろしくね。任せてちょうだい。というわけで、ゆうなちゃん、帰りましょう。